アワープラネット TV の白石はじめです。東日本大震災から今日でちょうど5ヶ月になります。被災地では未だ復興計画の見通しが立たないままの暮らしが続いていますが、東京にいると地震や津波の記憶も徐々に薄らいでしまいます。今日の特集はそんな3月11日の記憶や復興のプロセスを市民の手で残していこうという取り組みについてお伝えします。まずは市民の今週のニュースです。広島原爆の日にあたる8月6日、東京では脱原発デモが行われ、20代から30代を中心におよそ4000人が参加しました。集まった人々は、定期検査中で停止している原発を再稼働しないことなどを求め、銀座や新橋の街を歩きました。この日、長野や京都、広島、神奈川でも同様のデモが行われました。市民の手で放射能による土壌汚染の状況を把握しようと活動している放射能防御プロジェクトのメンバーは8日、記者会見を開き、首都圏およそ150箇所の土壌検査の結果を発表しました。調査結果によりますと、埼玉県の三郷市では1万4140ベクレルのセシウムを検出。また、東京、埼玉、千葉、神奈川で高濃度に汚染している地点が点在していることが分かりました。同プロジェクトでは菅直人総理大臣と首都圏の知事宛に要望書を提出し、詳細な土壌調査や除染など住民を放射能による被害から守る対策を求めたいとしています。横浜市内の小学校の給食に放射性セシウムに汚染された稲わらを食べた牛の肉が使われていた事態を受け、横浜の子どもたちを放射能から守る会のメンバーは10日、給食での内部被曝ゼロを目指すことや、校庭の土壌調査などの対策を求め、横浜市長宛に4500人の署名と要望書を提出しました。記者会見では、代表の安田敏子さんが、一日も早く給食の全品検査を行い、安心な給食を出してほしいなどと訴えました。はい、今週もずらりと原発関連のニュースが続きました。北海道では震災直前の3月7日に定期点検の最終段階である調整運転に入っていた泊原発の3号機が営業運転に入るかどうかということが今大きな焦点になっています。高橋晴美知事の判断が大きく影響するために、今反対する人たちは7月下旬から北海道庁の前に座り込みを続けています。では特集です。3月11日に皆さんは何をしていましたか。東日本大震災の記憶と、そしてこれからの復興の記録を市民の手で残そうと、仙台市では今市民のためのメディアセンターを開設して新しい取り組みを行っています。私たち取材してきましたので、こちらをご覧ください。仙台市の複合文化施設、仙台メディアテーク。伊藤豊雄さんによる開放的な建築は2001年のオープン以来、世界中から注目を集めてきました。仙台市の中央図書館という機能を持ちながらも、同時にギャラリーや視聴覚ホール、スタジオなど美術や映像文化の活動拠点としてのさまざまな機能を備えています。中でも7階フロアを占めるスタジオは、ビデオカメラや編集機材の貸し出しやワークショップスペースの提供などを行うメディアセンターとして、誰もが情報を収集し編集して発信できる環境を提供してきました。3月11日、7階フロアが大きく被災。メディアセンターとしての機能を継続することは困難になりました。地震から2ヶ月後、メディアテイクの2階フロアに小さなメディアセンターが生まれました。
3月11日を忘れないためにセンター、市民や専門家、そしてスタッフが共同して震災からの復旧・復興のプロセスを独自に記録し発信する拠点です。ここに集まった映像や写真、音声、テキストなどさまざまな記録は蓄積され、震災復興アーカイブとして保存されます。センターにはスタジオと放送局があり、センターの趣旨に賛同し復興の記録に参加したい人は誰でもメンバーに登録でき、機材や設備を自由に利用できます。オープンから3ヶ月、高校生から60代まで幅広い年代の人々がここを拠点に震災の記録を集めています。今日お話を伺うのは仙台メディアテイクの企画活動支援室長の甲斐健二さんです。甲斐さん、よろしくお願いいたします。甲斐さんはもともと NPO 法人記録と表現とメディアのための組織レモ、私たちレモっていつも呼んでますけど、とそれから NPO 法人地域文化に関する情報とプロジェクト、はい、レシップなどの活動を立ち上げたりされてきて、はい、で大阪に拠点を持ってらしたんですけど、去年からこの仙台メディアテイクの方にいらして、さまざまなプロジェクトとか企画をされているということで、今回この3月11日を忘れないためにセンター、この活動を今3ヶ月スタートさせてらっしゃるんですけども、もともとそのレモとかですね、レシップというのは地域でさまざまな個人の記録ですとか発信をされてきて、今回のものにつながったのかなと思うんですけども、このセンターの構想というか、どういった背景でこういった取り組みを始められたのかというのを教えていただけますか。僕自体はその市民活動、いわゆる NPO 法人、非営利活動の中で、主にメディアに関する多分専門として、働いてきたんだと思います。そのメディアテイクのシステムというか、もともと立った時2001年からある仕組みがあるんですね。メディアテイクとしてそのアートやメディアを市民が活用して活動していくというか、表現していくみたいなことを支援する施設として、7階にスタジオと呼ばれる場所があります。そこにはビデオカメラだとかコンピューターだとか、さまざまな機器と環境とが用意されていると。で、例えばある市民グループが展示の翻訳を行う、主婦のおばさんの集まりがあるとして、その人が一つのプロジェクトとしてある絵、この本を1年かけて展示にしますということの、申請をして、で受理されると1年間そこの活動のスペースも機材も無償提供されるんですね。すごいですよね。なかなかそういう施設があったらいいなって感じですけど、なかなかすごい、面白い、なんていうのかな、システムを持っていて、でそれで無償提供された、そのお返しというか、代わりに、1年間かけてその得た、成果物っていうのをメディアテイクにもコピーでいいので一部、寄贈してもらうっていうような仕組みが条件で無償提供される。で例えば1年間その A っていう本を転訳したとしたら、それがメディアテイクの財産として残る。そうするとメディアテイクは建物の中に図書館もありますので、その図書館や、メディアテイクがやってる、映像とか音響、CD、DVD のライブラリーみたいなところにそういった財産がまた市民に活用されるように置いていかれるっていうようなフローがあるんですね。そうか、作るだけじゃなくてその図書館の一つの財産として、それがさらにこの市民にまた還元されるっていうものがあるわけなんですね。そういう設計がもともとにあるので、じゃあその設計のシステムが、実際に7階が使えなくなっている今、それを、縮小、スペースを縮小して、震災の記録を取ろうというプロジェクトに特化して降りてきたのが、3月11日を忘れないためにセンターなんですね。なるほど。このプロジェクトがスタートした5月のゴールデンウィーク明け以降ということで、だいたい3ヶ月ぐらい経っているわけなんですけれども、この3ヶ月を経てどういった方がそのプロジェクトに参加しているというか、利用されているんですか。そうですね、まずそのセンターの仕組みというか考え方というか、こういう状況の中、
決してその津波の映像を集めるとか、沿岸部の、瓦礫の写真を集めるとかってことでは決してなくて、まあ、仙台に、来たり仙台に住んでる人たちに、まあ、復興のプロセスを、発信したり、記録していこうってことです。あのが趣旨なんですね。でそれをただウェブで個人的に発表するだけじゃなくて、なんとか先に伝えれるような財産となるように、一旦仙台市というところに置いていこうというプロジェクトとなります。でそれにまあ賛同してくれる形で5月3日にオープンしたんですけども、ゴールデンウィーク中にはもう数名の仙台の方々に登録してもらってます。一人は当時仙台市から瓦礫、沿岸部の瓦礫、いわゆる瓦礫ですね、瓦礫を撤去する、仕事を受けた、いわゆる土木 の、 あのお仕事をされている方が、実際に、あれは封鎖されてたのかな、住民以外の人は行けないように、でそこに入っていって毎日その瓦礫をどけていくこと自体を、自分で記録しているっていう。すごいですねそれ。でそういう人がおられたり、あともう少し後になってから来られた方は、まあ、例えば女川とかに何か支援物資を運ぶっていう時に、一人で車で行かれる時に、あの手製の車載カメラのようなセッティングを自分で作って、でそれをずっととにかく一人で走ってるので、ほとんどため息が時々聞こえるぐらいの映像なんですけども。見ました。すごいですよね。なんかこうひたすらこう道を走っていく映像で、まあ、着色何もないんですけどね。で物語も別にあるわけじゃないんですけど、ただそれを淡々と撮っておられる方であるとか、そういう方々が、まあ、まず仙台市内から集まる。でそれと別で、もっと東京の方から、そうですね、アーティストであるとか、映画監督の若い人たち、それから、その後いわゆる人権系の活動をされている方々で、いわゆるマイノリティの支援ですね、例えばセクシャルマイノリティであるとか、在日の人たちの支援をするのに、普段動いておられる方々が、まあ、こういう時期になった時に、さまざま小さなコミュニティなので、それぞれ特有の問題が起こってくるだろうということで、その人たちに、まあ、どういうことがあったかということをヒアリングして、それを残しておきたいということで、参画してきていただいたりとか、あとは宮城県でずっと民話をそのいわゆるおじいさんおばあさんから、語り部のように民話を、録音をして、それを文字起こしして、毎年こうまとめて本に出されている民話の会っていうのがあるんですが、そこの人たちも、今度は今回あったことを、どういうふうに年寄りたちが語るかっていうのを記録していきたいということで、彼らはカメラとか持ってるわけじゃないんですけども、残したいということ で、 でそれで例えば東京から来てる映画監督の人とマッチングして、今それの記録が始まっているところです。2年に1回とか3年に1回ですね、宮城県の伝承の民話の語り部さんを探して、でその方々にそれこそ暮らしの中で伝承されてきたお話を、その方からお話を聞きながら、それもまた全国各地で民話語りされている方も一堂に会して、でそれぞれの地域で受け継がれた人も話し合うし、で宮城に来ていただいたもんだから宮城で伝わる伝承の話を聞いていただくってことがずっとやってきたんですけど、前回までは第6回やったんですね。で今回も8月にやろうとしたんですけど、 3.11 があって、でもとっても無理だろうなと思ったんです。でその時に当初お願いしていた語り部さんも80歳の人もいらっしゃるし、70歳の人もいるんだけど、その方々が家を流されてしまったと。でその時に手提げ袋一つで逃げたんだけども、何にもなくなったけども、自分には民話が残ったっていうふうな思いの中で手紙をいただいたんですよね。でそれをその先生と見ながら、こういう人たちにのと一緒に何かやっぱり今やることはないんだろうかっていうことで、初めてなんですけども、まあ、現代の 3.11 を今後どんなふうにして語り継いでいけばいいのかという、そういう問題意識です。100年後にね、僕の何かを作りたいっていうような思いの人が参加していただいてるっていうのはすごく嬉しいなと思ってます。
アーカイブっていうとなんかこうちょっと敷居が高いっていう感じがしますけど、うん、いろんなタイプのものがあって、うん、一人一人の思いというかそういった言葉の記録だったりとかっていうものが共有されるものとして出されるというのはなんかすごいことだなというふうに感じますね。3ヶ月活動をされてで、まあ、実際にはあのウェブサイトとかオープンしたりいろいろこう整ってきたのはもう、向こうにあのライブ配信のスタジオとかもできてますけれども、あの普段からやってらした活動の延長上とはいえ、まあ、大きなこういったその震災というのがあってそこにまあいろんな人がいろんな思いを持ってその記録していこうというような動きがあるわけですけれども、こうやってみて今どういうことを一番考えていらっしゃいますか。仙台市中心部今もほぼ回復している状況ですが、沿岸部まで本当に車で15分で行ける。でも、その物理的な15分の距離よりも遠い距離が現実はあってしまっていると。でこういう隔たりをどう、隔たりのままに置いとかないようにするか、それの一つの方法として例えば地元の人がカメラを持って、その向こう側に行ったり、例えば友人同士で、その3月11日どうしてたかということを話し合ったりとかインタビューをしたりとかすることで、その何ていうのかな、あの時のことをもう一度考えるってことができることで、そのいわば隔たりの向こう側を想像できる、要するにただ消してしまうんじゃなくて内面化することができるということ自体が距離を狭めていくのではないかと考えていて、そういう学習装置としてのビデオカメラっていうのにやっぱり今でもとどまりたいとは思ってるんですね。ですから量的ないわゆるアーカイブを目指しているのではなくて、いかに質的に一人一人が考えて、どういうものを残せばよいかってことを自分自分で皆さん考えて動いてもらえるようにどう支援するかということが一番メインなのだなと思ってます。なので今週に1回あのサロンみたいなもの、はい、先日伺わせていただきまして、前回かな、あの実はカメラを抱えていること構えていること自体がそのすごい戸惑いがあるって思いながら撮影されている方もやっぱりおられるんですね。このシーンはカメラ向けれないって、例えば避難所で考える方も当然おられます。それは多くおられるんですね。でそういう時のこの葛藤みたいなものを自分の中だけに抱えているので、そういったことをまあ話し合ったりとかするような機会を作るというのが、まあ、僕らの役割なので、そういったのを少しずつやっていくことと、あとは今何を残すべきかということもいろいろ話し合って、アイデアを自分でブラッシュアップしていけることも大事かなと思っていると。我々2人は両方ともあの自治体は違うんですけども、一応復興計画策定する側の人間としてあのペーペーですけども関わる機会がありまして、一方でその内容だとかあるいはメディアで放送なんかされる、まあ、復興計画の内容が必ずしもその本当に地元のに住む人たちの意向に沿ったものであるのか、あるいはその地区にフィットするものなのかっていうのが少し疑問に思ったところがあったので、じゃあ地元の人に実際話を伺ってどういう町がいいのか、どういう町づくりや復興を望んでいるのかっていうことを一つ一つ拾い上げていって、ね、確かめてみようということがきっかけです。町づくりってそんな専門性があることではないので、まあ、あるんですけど、やっぱその市民の声っていうのはすごい大事なこととしてあるので、そのアーカイブして発信していくってことは常に発信して受け取り側のことを考えながら発信をしているんですね。なので町づくりとすごい共通している部分があって、常に市民の相手と一緒に何かをやっていくっていう感覚もそうですし、こういったセンターがあるので他の活動をしている方との交流もあって、そこでの客観的意見もすごい重要になってくるので、その、まあ、ただこう発信っていうだけじゃなくて交流っていう意味も含めてこのセンターはすごい貴重だなと思います。本当にこう映像を記録するのも市民個人個人が賛同してまあ、そこに参加できるし、将来的にその使い道というか見方、接する方法、アクセスする方法もまあオープンに、つまり今までの
国家の歴史っていうかを記録してどこかの公文書館に保存してハードルの高い手続きをしてそこまで行って見るというのとはまた違うなんかこうフラットなものっていうのを目指してらっしゃるっていうことね。意味としてはそうですね、まあ、言っても、インターネットの中に、映像や、なんていうのかな、まあ、音声画像いっぱい上がってると思うんですね。である意味それで十分だっていう考え方もあると思います。ただその法律上日本の中ではまだあれをちゃんとした、二次利用ができる状態にはなっていない現実があって、例えば行政が、何かの教育のために、Google に上がっている、ものを使えるのかというと厳密に言うと使えないんですね。でそこが、まあっていう問題と、あとはそのみんながあえて、まあ、ある程度自主的に上げているものをはそれぞれが、まあ、考えて上げている。で決してそれがダメだと言っているわけじゃないんですが、先ほども言ったようにこの装置の中でミラテイクというこの現場がある場所でみんな集まって、話し合ったりとかしながらその、まあ、言えば内面化していくという現場を僕らは持っているようなところがあるの でそれの副産物としての、まあ、コンテンツですねっていうのは、まあ、またちょっと違うものがあるのかなとも思っています、うん。まあ、一番重要なポイントなんですけど、その今回その個人それぞれがこういうところに関わって記録していくと、例えばさっきの話のように瓦礫を撤去されている方が自らそれを取材されるのではなく自分で撮って、うんうん、そういう当事者のそういう記録の意味っていうか、どういうふうに甲斐さんはお考えなんですか？それが一番の、どう言えばいいかな、まず僕個人の問題意識として、人はこう小学校で、手におはを学んで文字を読み書きできるように学習してくるので、僕たちは本を読んで、思ったことを書いてっていうことができるようになるので、考えることができるようになったと思うんですね。でところが今映像に満ち溢れている世の中の中で、映像を見ることはできるんですけど全く書けないっていう状態はすごい不健康というか、どう言えばいいかな、まあ、ある意味江戸時代の村人のようにお触れは出るけれどもその返す言葉を持ってないっていうような状態だと思っていて、でそれを考えた時に今回この震災という事態がある当事者性というものを 一挙に高めたんですね。この仙台市の人たちも含めて、東北のまた東京でも同じだと思うんです。でこの当事者性というものが高まった時に、カメラを持つっていう必然がある程度できてきたような気がしてて、それは一つ記録するもしくは発信するってことが比較的高校生でも意味がわかるわけですね。それほどの何かこのことを知ってる私とこのことを知らない人たち、それは隔たりの向こう側だったり100年後の人だったりってことがイメージできる状態が今あって、この当事者性を最大限、学習施設として、まあ、ある意味活用せねばならないという感覚があります。でこれを活用してそのただ見てるだけの映像ではなくて、書けるっていう機会につなげていくことで、ただ、映像を見てるだけではない人たちというのが増えていって、もう少し、リテラシーが高まって、なんだろうな、読み書きができることのように映像を使って考えることができるっていうふうになるといいなと思ってて、私たちのワークショップも地震後にもう申し込みが殺到したんで、何か多分そういうことがあるのかなとは思うんですよね。最後に、まあ、このプロジェクトをしてなんかこう期待とかもしかしたら最初の一歩みたいなものなのかもしれないんですけど、そういった思いがあったら教えていただきたいなと思うんですけど、うん、名称が当初、311を忘れないセンターっていういいアイデアがあって、でみんな若いスタッフも含めて一緒に検証したんですね。そしたら3月11日の方がいいね、311はなんだか嫌だね、でも3月11日のこれが漢字だとしんどいな、で月日をひらがなにしよう、で3月11日を忘れないセンターってすると、それをその何か名称を持って例えば避難所に行った時に
忘れないってどういうことなんだと、私たちはまだこの状況だって、忘れることなんかできるかっていう感情が生まれるんじゃないか、じゃあそちら側に回るとしたら忘れないためにじゃないかって言ってできたのがあのセンターの名前なんですね。で今僕らがすごいやりながら苦しんでるのは、いかにその向こう側に未だに気持ちを置くというかいうのがやっぱり絶対必要なので、それをただ続けもう少し続けたいというか、続けるために忘れないためにセンターが働けたらいいなと思っていて、その成果とか確かにカメラをみんなが使えるようになれば良いっていうなんか大きな考えはありますけども、それ以前にやはりもう少し沿うための、機会として、それが薄れ切るまで3年でも5年でも、その2時3時4時5時と、また検出していく影響っていうのがやっぱりあるのは間違いないことなので、そこのトピックに、市民参加している市民の人たちと一緒にこう接点として機能したらいいなと、忘れない、それこそこう想像できる機会をとしてなれ、ここがあればいいなっていうなんか気持ちだけしかないけど、まあ、震災あって東京のいろんな状況の中で悶々としている何かこう しんどいっていう若い人たちがいっぱいいるってことは聞いています。じゃあ悶々とした人たちへの回路としても、まあ、こういうセンターがあると理解してもらって、例えば5ヶ月後の今でもいいので、来て参加してもらって、実際にその当事者の人たちに接するっていうことで自分のこの3.11 を内面化するような機会に使ってもらえたらなとは思っているので、こう機能として一つのこうハブみたいな、何ですかね、やっぱりコミュニティというかそういう場なのかなというのも、はい、分かりました、ありがとうございました。はい、仙台メディアテイクの甲斐健二さんのお話を伺いました。震災の記録を集めるだけでなく、そこに関わる人と人を結びつけて、さらに新しいつながりを生み出しているということに本当に感動しました。仙台市以外の人でも参加できますので、メディアを使って震災の問題に関わりたい方はぜひ覗いてみていただければと思います。ではまた来週。